どうも小林太郎です。今日はですね、明日大阪でねジョップの大会があるということで、今から大阪に前乗りしていこうかなと思います。でね、行くよ。はい。今名古屋に着いたということで、あとは新幹線に乗るだけですね。新幹線に乗ったということで、あとは大阪に着くのを待つだけですね。はい、です。ということでね、今新大阪に着いたということで、はい、ちょっとねホテルまで行こうかなと思います。はい、ってことでね、今大阪駅に着いたということで、はい、ここでご飯食べていこうかなって思います。はい、イエーイ。特になんもないんで、くら寿司で食べようかなって思います。くら寿司探したんですけど、ちょっと荷物が重すぎてもうきついんで、ホテルで食べます。はい、ということでね、ようやくねホテルの近くまで来ました。ということで今からねホテルに行って、ちょっと今日のご飯を決めて食って寝たいと思うんですけど、頑張っていきたいと思います。ホテルに着きました。はい、ということでちょっと、休憩します。はい、まあね、今ちょっといろいろ調べたところ、中尾がいいかなって。中尾だっけ、なんか、まあそう、はい、おいっす。今回ね、ここね泊まるのね2回目なんですよ。実は前回の大阪の大会もね、ここのホテルに泊まったんですけど、あのここら辺でご飯食べてないからね、何があるか分かんなくて、で中尾行ったことないんですよね僕。はい、まあ今回初めて行くということで楽しみですね。はい、中尾4分で着くって書いてあったのに、歩いてもなかなか着かないんで、なんでかなって思ったら、車の時間だったら4分だけど、歩きだったらもっとかかるみたいで、そんなんもう無理やん、遠すぎるやんって思ったんで、今からコンビニ行きたいと思います。はい、はい、無事コンビニで買いました。買ったのはあの麦茶とイカのなんかと、あとプロテインです。え、ご飯はって思った。お前ら Uber Eats で頼みます。はい、僕のねいつも住んでるところではね Uber Eats 頼めないけど、ここ大阪だから頼めるんだよね。ただいまー。天神、今ウーバーイーツ頼んだんで、あとは来るのを待つだけなんですけど、ちょっとお腹すいたんでね、こちらの今ウーバーイーツが届いたということで食べていきたいと思いまーす。はい、ということで届きました。前回ねウーバーイーツね、ここ大阪で頼んだ時箸ついてなかったんですよね。でも今回なんとついてるということで素晴らしいです。でね、あの2回頼んだんですよ、ウーバーイーツを。2回とも箸ついてなかったんで、ふざけんなよおい、見てんか、ふざけんなよお前ら。ってことで食べていきたいと思います。でね、まず今日頼んだのはこちら松屋です。はい、松屋のなんだっけこれ、アスガス牛ビビン丼弁です。はい、では行きましょう。美味しそうですね、見てくださいこれ。あー、美味しそう。見えます、見えますね。はい、でね、一番量が多いやつにしました。はい、では入れていきたいと思います。はい、ではね、こちら入りました。見てください、美味しそうでしょ。ちょっと待って、お茶飲みたい。うまっ、うまっ。ではいただきます。これキムチ乗ってんだね。うまっ。え、キムチうまくね？
こういうさ、牛丼屋さんのキムチってさ、だいたい美味しくないじゃん。ああ、言っちゃ悪いけどね。正直に。ここのキムチちゃんと、辛くてうまいわ。うん。なんかだいたい甘いやん。甘いか酸っぱいかのどっちか。なんかこれちゃんと辛くて、美味しいわ。うん。え、うまくね、マジで。え？俺これ初めて頼んだけど、まるでうまいんだけど。うん、ほんとに。うわ、やべ、落ちた。うまい。え？うわ、ん、ガチでうまい。うん、え、うまっ。ちょっと待って。はい、ということで、今、食べ終わりました。はい、美味しかったでーす。ほら、ちゃんと食べてるから、俺。うん。マジでうまかったです。ほんとに。いや、皆さんもぜひ頼んでみてください。ごちそうさまでした。ちょっとね、飲み物がもうなくなったということで、ちょっとコンビニに行こうかなって思います。ついでに食べ物とか買ってね。はい。行こうかなって。あれ？ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。どこ行った？いつだって大丈夫、この世界はダンスホール。このチルアウトね、これガチで寝れるから。もう本当にね、ヤクルト1000飲んだけどさ、気にならないね。ヤクルト1000よりも絶対こっちの方が寝れるでしょ。うん、ってことで買います。あー、ちょっと待って、お尻取ってなかった。危なっ、あぶねー。はい、ただいまー。はい、買ってきた品たちです。ちくわと、これさっきの自販機のやつと麦茶、水、これはホテルで飲むようですね。はい、で、これうずら卵、うん、今食べるか後で食べるか朝食べるか。はい、で、これは明日の朝ごはん、とろろそば。はい、こんな感じかな。うん、あと箸ついてるって感じでね。うん、今からシャワーして寝ようかなって思います。はい、それでは皆さん、お疲れ様です。おやすみなさい。じゃあねー。